はーい、おげんこヘビリンザーマスはよチェイクビーってわけでございましてですね、さあヘビゾウのお待ち遠さま、大相撲今日の親おっちょ、奥様奥様、今日は何があったのかしら、お相撲あったの、七勝の力士いたの、いないざますでしょ、いたのいたのいたんですって、それで何ですって、親おちょやってないざますでしょ、やってたのやってたんだって、この糖尿病やろちゅうこの野郎、お前らいつでしろってこの野郎って、そういうこと言っていけないわというわけでございます。さあ今日は何があったのかしらね、お客様と一緒に見てみましょうかしらというわけでございまして、お言葉はお丁寧にお綺麗にお上品にするザーマスはよ、よろしいザーマスはね、さあそれではね番組スタートするザーマスかしらね、今日もお客様のお耳とお目目拝借するザーマスね、聞けば聞くほど不快に感じるこの動画配信ね、お楽しみ遊ばされるかしら、それとも怒りに震えるかしらというわけでございましてね、お尻にちょうだい、それはジャンに来たから、そういうこと言っちゃいけないザーマスはというわけでございます。さあそれでは番組スタートです、よろしくどうぞ。はい、そういうわけでございまして、改めましておこんにちはのヘビリンザーマスはよチェーキベー、このどちくしょーってそういうこと言っちゃいけないザーマスはね。さあそれでは本題に入りましょう。令和6年大相撲初場所ね、今日は9日目ザーマスはね、ここ書いてない、いけないザーマスはね、いけないザーマスはよ、9日目、ね、9日目ザーマス、よろしいザーマスはね、いいザーマス見える見える見えるざますわね。さあそれでいくざますよ。さあ十両の七勝力士は今日は1人だそうざます。時早手君7勝1敗に、闇城秀信君4勝4敗で、秀信君が勝っちゃって5勝4敗で勝ち越しならずというわけでございますね。なかなかね、東農大の OB 勝たせてあげれませんというのは、幕の内の正代君がですね一生懸命頑張ってます。あの辺のあたりのお星の感情がほどほどにね、整わないとこっちにお星を回せないというわけでございますね。ローリング親おちょというわけでございますね。はい、そういうわけでございまして、1人いたうち0人ですから 0%、 まあこういう場合もよくあるわね、仕方ないわね、お言葉きれいにするざますわよというわけでございます。さあそしてですね、幕内は7勝力士が4人いたざますはね、確認しておきましょう。大野里君7勝1敗に明生君5勝3敗、大野里君が8勝1敗でお勝ち越し成立ね。愛、それは愛とかって言ってるざますはね、ここの師匠ね、なんかあっちの九州の方だかあっちの方でね、愛愛とかしてるざますね、愛でお星を買っているね、お家もなんか宿舎も建ててもらっちゃったね、何でも建ててもらってたかりたかりの親御ちゃんね。はい、そしてさきちゃん7勝1敗に浅野山君7勝1敗、さきちゃんが不戦勝で勝ちましたね、勝ち越しましたね、勝ち越し成立。浅野山君休場しちゃった、昨日何ですか、ね、玉木慶君にですね足やられちゃって、ごめんなさい、もう私もキャバが酔いでも大変ってわけでございましてですね、さきちゃんね勝ち越しました、久しぶりね、あ久しぶりなのかな、まあ、とにかくさきちゃん勝ってね、みんなに愛されるさきちゃんということで勝ち越し成立ね。そしてその次ですね、父4つじゃなくて琴ノ若君7勝1敗に、大下栄天ちゃんが6勝2敗で、琴ノ若君が8勝1敗でお勝ち越し成立というわけでございますね。パパ、なんか推しなものありますか。うん、パパは理事で審判部長だからこんぐらいは楽勝よというわけでございましてですね、パパ親おちょってわけでございまして、確認ね、成立しました。はい、4人中3人が成立しました。幕内ね 75% いかがざます、 75% って高すぎない、ね、そして合計をしますと5人いたうち3人成立で 60%、 おかしくない、お客様何度も言うざますだよ、お相撲は1対1の 対決で勝率は 50%、 期待値は 48%、ね、そこの中で 75% だとか 60% だとかって勝ち越す確率っておかしくない、こんなもん台本ありきの親おちょというわけでございますね。よろしいざますかしら、ね、こんなもの本当よく見てるなお前たちってこういうふうに怒られるざますけどね、こんなもん見ない方がいいざますよ、ね、見てると不快になるざますはね、本当に吐き気を催す、便意を催すってわけでございます。汚い話ごめんあさっせってわけでございます。さあそしてですね、なんと久しぶりにお話しましょうかね、ガンエルちゃん、機動戦士ガンエルちゃんと錦木くんね、通称芋焼酎くんがやりました、ね、ガンエルちゃん勝って7勝2敗というわけでございますね。ガンエルちゃんよろしいざます、ね、日本語では機動戦士ガンエル、フランス語ではガエル、ね、ガエル、ね、ガエル、もう
ね、そして英語では親をちょってこういうわけです。よろしいでございますね。親をちょよこさん、ね、はい、勝ち越しね、リーチかかってますね。はい、そういうわけでございます。 75% 幕の内、合計すると 60% 勝ち越した。何度もしつこいざますけど、ありえますか。ここお客様よく考えておきましょうね。さあ、そしてですね、明日、明日の7勝力士も確認しておきましょうね。はい、いいですか、見えるかな、見えますか、見えますね。はい、十両の力士は、3人います。いじめくん7勝2敗に、時早人くん7勝2敗に相星でやります。狼雅くん7勝2敗に、武富士くん9勝0敗でやります。合計3人いますね。よろしいですか。そして、幕の内はなんと、おいっ子ちゃんが7勝2敗と大栄くんが6勝3敗、泥棒ひげちゃんが7勝2敗と、さくちゃんが8勝1敗、そして機動戦士ガンエルちゃんが7勝2敗で、陰謀くんが5勝4敗で、モンゴルちゃんのね、横綱大関3人が全員7勝でぶつかり、勝ち越しをかけてます。勝って勝ち越し、親をとってこういうふうにやるわけでございますね。よろしいざますかしら。これも確認しておきましょうね。合計は6人います。さあ、明日ね、どうなるか確認しましょうね。そしてですね、奥様、またやるのよ、またやるのよ。もう本当は私もしつこくて嫌になるわ。もう本当にもう同じことばっかり言って、もうお相撲自体が毎日同じことやってるマンネリですから、私もとうとうマンネリ気味になってしまうということで、成績評価曲線、やるぞ、まずはよね、見えるかしら。はい、成績評価曲線、やるぞ、まずはよ、見えるかしら。よろしいざます。はい、今日は9日目で、幕の内がですね、36人出てました。っていうのは、北勝富士君と朝乃山君が2人休場しましたんでね、38から2を引いたら36人になりました。9日目で、最高の成績が8勝1敗、最低の成績が1勝8敗となっております。そこで確認しておきましょうね。8勝が4人で全体の 11.1%、 7勝が3人で、全体の 8.3%、 6勝5勝4勝が各6人ずつで全体の 16.7%、 3勝が5人で全体の 13.9%、 2勝が4人で 11.1% で、1勝が2人で 5.6%、 このような評価曲線になっています。まず9日目ですから、成績優秀者、勝率が5割以上の人は5勝4敗ですね。ということで確認をしますと、全体の19人で全体の 53%、 そうでないものは17人で全体の 47%、 成績優秀者の方が 53% で若干多いということで、若干どころじゃないですね、 53% もいるんですね。これもおかしな話ね。これが絶対評価なの？違いますね、相対評価になりますね。そして、6勝以上8勝のですね、来場所以降なんですか、成績が上がりもしなければ大きく下がりもしないという人たちが全体の 13%、 13人で全体の 36% います。 36% から来場所変わりません、今のところですよ。ここから日にちが進んでいけばもっと増えていく可能性がありますね。おかしいと思いませんか。これが番付なんですか、ランキングなんですか。よろしいざますかしら。ここもお客様よく考えてみましょうね。さあ、お相撲というのはね、いろいろと言われておりますけども、2011年に親王朝がバレています。2011年の2月の上旬でしたね。親王朝がバレました。ごめんなさい、悪かったってこう言って、同星さ、キラキラってバレたわけざますけどもね。まあ本当にこれ、こういうのを成績評価曲線で出してみると、どういうことになるかというのをですね、確認してみると、やっぱりおかしいんじゃないのっていうふうにこうなるわけでございます。よろしいざますかしら。それでですね、今場所の優勝は誰かということになっていますが、今のところ聞いてきましたところ、桐島くんかガンエルちゃん、こんなふうに聞いています。そうなるんでしょうね。そしてガンエルちゃんがアシストに入って、泥棒ひげちゃんが横綱になるんじゃないのと言われていますが、もう2敗してますからね、ここからどういうふうに崩れるか、桐島くんがね、そこもいろいろ考えていくことの中になっていくと思いますけどもね。もう少しちょっと様子を見ておきましょう。今場所ちょっとね、優勝力士の判断が難しくなってきている事実がありますね。
星を分配する、貸したり借りたり返したり、または買い取る、横綱大関陣は買い取るわけですから、そこでお金が回っているのか回っていないのかというのも谷町関係から見て確認していくと面白いかもしれませんね。そういうわけでございまして、まあ、今日のところはこういうところですね。まあ、思ったよりも多いのかなという、勝ち越した人たちがもう9日目、ね、75% が勝ち越しているという確認でした。明日は一回絞るでしょうね。絞るのかな、絞らないのかな、まあ私は絞ると見てます。絞って出して絞って出してっていうのが順番ですからね。そして13日目の給金直しの日にドバッと大爆発させるのがこの人たちのやり方っていうのが、大体毎場所毎場所確認してありますけども、昔はね、以前はね、千秋楽に7勝7敗の力士がドバッと勝つってなりましたけど、それをやるとあまりにも露骨すぎるっていうんでね、見てるお客様たちがうるさくなった。またそういうデータを出す週刊誌だとか、あとですね、あの当時シカゴ大学のですね、スティーブ・ベル・レベット教授がですね、公開してしまったんで、お相撲協会ちゃんの方もびっくりしちゃってですね、そんなデータ出されてバレちゃったってことで、まあ今ヘビリンがこうやって追っかけてて、毎日毎日毎場所毎場所やってるわけでございますけどね、こんな確率でやってんぞこいつら、この野郎、この豚野郎、そういうこと言ってそういうこと言ってはいけませんというわけでございます。まあそういうふうにやってるわけでございますんでね、お客様もぜひこのような形で確認をされていく中で、どのような数字が出るのか、どのような人が勝ち越していくのかというのを確認していきながら、その方のお部屋とか谷町なんかも確認しながら、一体誰がお金を出しているのか、誰が口を出しているのか、そして誰が後ろで糸を引いて操っているのかというのを確認しながらお相撲を見るのはとても楽しいと私は思って考えております。よろしいですか。それではもうお時間ないですか。お時間ないですね。はい、それではですね、今日はもうこの辺でご挨拶しておきましょう。姉ちゃん元気かね。姉ちゃん週末行きますんでね、待っててくださいねって言って、まだまだ月曜日ですからね、まだもう少し時間があります。その次ですね、川原さんお元気ですか。寒いですね、暖かくしてお過ごしください。風邪など召されませんようにね、流行り病も気をつけてね、暖かくしてお過ごしください。その次ですね、森子先生、いつもいつも毎場所毎場所ありがとうございます。松千山先生ありがとうございます。本当にブログの方もね、ご支援いただいてご支援賜りまして感謝申し上げます。森子先生もね、いつもいつもありがとうございます。そしてその次ですね、まさぴママ上よお元気かしら。まさぴママ上よって言ってるのよ、タッとこういうこと言っちゃいけないぞ、まずはね。そういうわけでございまして、はい、そしてですね、瀬戸内さんお元気ですか。いつもいつもね、今場所もね、早速アバンギャルドなおコメントをですね、頂戴いたしまして誠にありがとうございますね。もう佐野元春でね、ネーミングライツでね、賞を取るというですね、もうなんだかよく分かりませんけども、まあ、この人たちですね、もうネーミングライツやったりですね、もう何でもありという。だってあれなんざまさよ、だってあの場所、あのね、国技館に行ったらね、うなぎの骨のね、お菓子売ってるんざまさよ。でね、柴田山ちゃんが何か言ってるって言ったらね、何て言ったと思います？ SDGs の時代だからうなぎの骨も食べましょうって、わけのわかんないこと言うの、あの豚、そういうこと言っちゃいけないですね、あのバカね、本当に何考えてるんでしょうね、この人たち。もう事業部長だったら何でもやる、何でも商売にするぞって、うなぎの骨まで商売にしてるってですね、もうとんでもない。ぜんざい食べましょうなんてね、お餅を20個食べました、誰が餅20個も食えるか、このバカ野郎って。とんでも2つか3つも食べれば十分だろうって言うんですね。どこの世界にそんなものね、本当にバカな話でございます。まあそういうわけでございましてですね、まあお客様の中でもですね、お餅食べましたかね、まあお正月ね、食べましたということで、それではですね、まあ明日、また7勝力士が出てますんで、お時間が許される限りまた私明日やりたいと思いますが、それでは本日の講義はこれぐらいにしておきましょうか。エンディングです。エンディングでございます。花田勝氏が親を調和、こういうふうに言われて、もうそういうことどうでもよろしいざますわね。まあそれとですね、まあいろいろありますね。明るい未来が見えません。てめえで見つけろ、そんなことこの野郎。僕はこのプロレスをやります。それはさておき、てめえは怒ってんのか、何に怒ってんだなんてね、おめえはそれでいいやなんてこういうこと言ってるわけじゃないですけどもね、もう赤いタオルを巻くとついついね、もうてめえはそれでいいやってこういうふうに言ってしまいますけどね、いかがなものかと。
親王朝は土俵でするもの、ちゃんこはお部屋で食べるもの、いかがなものかとね、まあそういうわけでございますね。またお客様ね、また、今場所もですね、しつこくお付き合いいただきます、申し訳ございませんが誠に感謝申し上げます。まあ申し訳ないというのは変ですけども、まあ、今場所ですね、まあしつこくやってますが、まあしつこいというね、いつも言ってますけども、まああともう少し、まあいよいよ中盤から後半に入っていきます。まあ多分星の潰し合いでしょうね。まあ潰し合いというか、もうバカな親王朝の星の貸し借りというわけでございますが、寒いですね。今日は少し暖かかったのかな、ですけどもね、まだまだ寒波が来るそうです。今週の週末また寒波来るそうですからね、暖かくしてお過ごしください、ね、日本全国各地域ね、冬本番到来しています。お気をつけ遊ばせというわけでございます。さあそれではまた明日私が殺されなければお会いいたしましょうね。それでは皆様ごきげんよう、さようなら、また明日よろしくどうぞ。エビリンでした。